はい、皆さんおはようございます。8月25日朝6時20分です。今日はですね、この上まで上がってきてからの撮影です。一つですね、まあここのとこずっと喋っている昨日の、まあ、安倍総理の体調についてですね、病院に行ったとぶら下がりの記者会見に応じてましたが、まあ、検査は受けたと。だけど記者への質問は一切、まあ、追加の質問答えないと。また用意されてる答えしか言わないと。まあ、国会なんで開かないんですか的な質問や、追加の、どんな遺産を残したと思いますか、レガシーは何ですかっていうような質問にも全部答えないで言ってしまいました。やっぱちょっともう限界のようですね。前々からジョギングマンが言っておりますが、そろそろ、まあ、引き際っていうのがね大事だと思いますよ本当に。ずっとしがみついていてもしょうがないでしょう。そういうことをやってこう政治家としての晩節を怪我した人いっぱいいるでしょ、ね、歴史上には。まあそういう決断ができる人なのかどうか分かりませんけど、私はそっちをこう、スパッとお辞めになる方をお勧めしますけどね。ただしそれは病気を理由にするんではなく、さまざまな疑惑やら、ね、政治的なコロナの対策の失敗に責任を取ってやめるというのをお願いしたいなと思いますよね。はい。そうだ、それはそうと、こちらの道路です。道路は皆さん、工事の方が補修してくださって相当きれいになりました。ほら、もうこんなここのところガタガタだったじゃないですか。もう綺麗にアスファルトで舗装されまして、これは相当走りやすそうですよ。この場所はですね、今手売り島で一番アスファルトが綺麗な場所です。昨日はここまでなってませんでしたので、私ひょっとして一番乗りかもしれません。真っ黒ですもん。あの誰も車が走った跡さえ見当たりません。真っ白、真っ黒で、ピチッとしてます。こんな感じ、こんな感じね。今間違いなく手売り島で一番綺麗です。ウトウのヒナが残していった産毛も落ちています。もうずいぶん前のものと思われますが、こんな綺麗なところを走らせてもらって嬉しいな。なんか朝から得した気分です。そして匂いがですね、アスファルト特有の匂いが鼻をついてきます。コールタールの匂いというんですかね。あ、ここからはもう普通になっちゃいました。全部こんな感じだったんですよ、この間まで。今回はここまでなのかな。不思議ですね、この道が途中途切れちゃってますよ。全部やったらいいのに。水を通す道ですね。全部いっぺんにやってもらいたいところですけど、お金がなかったのかな。もうすぐ工事期間も終了の時期を迎えようとしてますので、きっと今年はここまでなんでしょう。来年はさらにね、良くなるんじゃないかと思いますね。あ、今通行止めなんですね。何日かここを通行止めにして車は通さず
アスファルトが固まるのを待つようです。ということは間違いなく私、今ここを一番乗りしました。この時間より早い時間にここを徒歩でうろついている人間は、おそらく私しかいませんので、観光客の方が来ていない限り私が一番乗りです。昨日も来たんでね、昨日来た時はなってませんでしたから。実はね、最近悲しい出来事がありました。父の弟にあたるおじさんが東京で営んでいた天ぷら屋さんがですね、この8月いっぱいもちまして閉店すると。本当に悲しいです。結構高級な天ぷら屋さんでですね、お昼の定食とかも、一番安いやつで3500円くらいするという天ぷら屋さんなんですよ。自慢の天ぷら屋さんです。すごく美味しいんですよ。目の前で揚げてくれて、そのおじさんの天ぷら屋がですね、このコロナ禍の影響で閉店することになりました。なんといってもですね、持続化給付金もね、休業要請の協力金もね、一回こっきりじゃね、立ち行かないんですよ。東京のど真ん中でね、賃貸のね、物件借りてね、お店やるってことがどれほど家賃がかかるか、皆さんニュースなどでもご存知だと思うんですけど、もうとてもとてもやっていけないわけですよ。本当に悲しいです。お店は新幹線の、東京の新幹線の八重洲口のすぐ歩いて1分、駅から出て歩いて1分しかかからないところにある小さな店ではありますが、とても立派なお店です。中に入ると小さなカウンターとちょっとしたテーブルがあってですね、結構僕が一番自慢にしているのは松井秀喜さんも来て天ぷら食べたりしてたんですよ。普通サインが飾ってあったりするじゃないですか。おじさんと一緒に撮った写真が飾ってあります。そういうお店なんですよ。味がいいんですね。皆さん新幹線で出発する前に食べていってくれたそうです。他にもたくさんの方が、スポーツ選手、食べに来てくれたそうです。お店の名前はダボハゼと言います。私のおじさんがやっている、今はまだやってますから40年かな、お店をやってずっと、職人として高校出てすぐ東京の銀座に出てきて修行をして、そして自分のお店を持って40年、いや40年どころじゃないな、もう40年超えてますね。はっきりと私の年齢から言って超えてます。もうだって小学生っていう時にはお店ありましたんで、40年以上の月日を重ねてきたわけです。職人としてはもう60年近く職人をやってきたおじさんが店を畳む決断をしたわけです。くっそ、コロナが憎い、コロナが憎い、くっそ、
対する無策な、国会も開かない、記者会見にも答えない人間が人間を苦しめてる。本当に悔しいです。こうやって店を畳まざるを得なかった人、日本中にいっぱいいるはずなんです。身内にこのような状況に陥る人が出てきて、なお安倍政権を支持することなどできません。こういう間違いだ、コロナ対応のお粗末さで潰れていくお店の身内の人のことも考えてください。株価が上がってりゃいいってもんじゃないですよ。実体経済はどんどん悪くなっています。なのにそのことに目を背けて、今の政権を延命させるような、そういう考え方をするのはもうやめませんか。本当にそう思います。私は状況で国会も開かない、記者会見にもまともに答えようとしない、そういう国のトップを持っていることを不幸だとしか思いません。悔しいです。おじさんのことは大好きなので、おじさん自身がどれほど悔しい思いをしているか、私本当に悔しいです。今日はそんなことを考えながら走っていると、ちょっと心が苦しいですね。でもこんな政権もう長くは続かないでしょうから、この前も言いましたように、なんとか展望を持って、明るい展望を持って、前向きに行きたいと思います。今日はこの辺でお別れしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。なるべくなら、怒りより楽しい方の話をしていきたいと、うちに秘めた怒りがあるからこそ楽しかったり美しかったり、動物が一生懸命生きている、鳥たちが、虫たちが一生懸命生きているところを撮りたいと思います。彼らには人間にあるような汚い部分がないからね、金とか権力とかそれはないからね、ご飯が食べたいという欲求はすごいですけどね、それに忠実に従って生きていますので、ある意味美しいわけです。それを眺めることで怒りを包摂していけたらいいかなと思います。それでは今日も皆さんお元気でお過ごしください。私も
明るく元気にいきたいと思います。それではごきげんよう。また動画でお会いしましょう。さようなら。おお、生きてます、生きてます。蛇がいました、蛇が。うおー、でっけえマムシだな。怖っ。普通に私が降ってるところに